プロリンはアルファアミノ酸の一つ、ピロリジン -2 カルボン酸のこと。略号はプロ、または P。タンパク質を構成するアミノ酸は1級アミンであるが、プロリンは唯一例外で2級アミノ酸である。この科学的な特性から、ペプチドさの二次構造に重要な意義を有する。桃源性を持ち、表皮細胞増殖促進活性、コラーゲン合成促進活性、 角質層補湿作用などの生理活性を示す。コラーゲン中にヒドロキシプロリンとして豊富に含まれる。一度破壊されたコラーゲンを修復する力を持つアミノ酸。体の結合組織、心筋の合成時の主な材料でもある。最近ではアルドール反応の安全かつ効果的な触媒として注目されつつある。コドンは Q, CCC, CCA CC 呼び CCG。生体内では、主に肝臓と小腸で行われるが、それぞれ合成経路が少し異なる。肝臓では、尿素回路の中間体であるオルニチンより、オルニチンマイナスオキソ酸、アミノトランスフェラーゼと、ピロリンマイナス5カルボン酸レダクターゼの作用により、合成される。ただし、両酵素の間に、非酵素的に進む側座の閉環反応が含まれている。小腸では、 グルタミン、または、グルタミン酸からオルニチンが合成され、以降は、肝臓と同じ経路による。2000年、アルドール反応を触媒する酵素アルドラーゼの研究を進めていたリスト、バルバス、ラーナーラは、大きなタンパク質ではなく、プロリン自身が高周率、高エナンチを選択的なアルドール反応を触媒することを見出した。プロリンの二級、アミン部分が、カルボニル化合物と、 エナミンを形成し、これがもう一分子のカルボニル化合物と反応することで、アルドール反応を進行させると考えられている。その後アルドール反応以外にも、マイケル反応、マンニッヒ反応などにもプロリン触媒が適用できることが分かり、大いに研究が進展した。金属を持たない触媒として、近年大いに注目されている分野である。ありがとうございます。